ここから先は星雲雲っていうのは僕の名前。ほら、君の顔なんだか悲しそうに見えるよ。この星で悲しいか。星雲雲が君の絵がここで幸せになれる。星雲雲と最高の友達になる子。さあ一緒に遊ぼう。あ、いた。星雲。さっきとっても親切。重いこのアイスクリーム。ふわふわして気持ちいいね。一緒に遊びます。ここには悩みも恐れもあるのは喜びと幸せだ。頭を抱えることも。あなたも一緒にどう？わあ、来てくれたんだね。星雲雲がと悲しい気持ちを吹き飛ばして、君が何だと思う？当ててみ。じゃじゃーん！美味しいハッピーデザートの山。遠慮なんかしないで。どう？テンション上がった？あれ？どうしてあまり嬉しそう？少し足りなかったのかな？もう一口。さあ君の笑顔。どうして、どうして表情が変わらないの？不安なんか忘れていいんだよ。毎日星雲雲みたい。どうして、どうして君は笑ってくれないの？星雲は君が笑顔になるようなもの。星雲は絶対に諦め。もしもし、僕の声が聞こえる？この先には行かないで。星雲雲が寝てる間に前の穴から下へ飛び降り、僕が下で君を待ってるから。だから行かない。星雲雲に関わるのは危険なんだ。ドアを開けようとしても無駄だよ。だから言ったのに、なんで僕の言うことを信じないか。早く降りてきてよ。僕もちょっと疲れてきたから。なんで僕の言うことを信じないかな。早く降りてきてよ。僕もちょっと。だから、なんで僕の言うことを信じ、早く降りてきてよ。だから、なんで僕の言うことを信じないかな。早く降りてきてよ。僕もちょっと疲れ。
待ちくたびれたよ。この研究所はもうすぐ崩壊する。早くここ急いでこの中に入って。じゃあまた後で。認証成功です。やっと会えたね。ずっと僕を信じて、君たちがここから出られるように手を貸すから。対象の存在を検出中。対象を確認。対象を確認。接続プログラム開始。僕たちの計画が。接続は成功したかい？ようやくお目覚めだな。俺はまだ寝不足だ。お前寝ぼけてるのか？あれ長い間寝ていたから、おそらく一時的に記憶が混乱して。よく聞いてくれ。ここは何が起きてるんだ？説明は後だ。とにかく知らない生物とは関わらないようにすること。いいね。子供じゃねえんだぞ。そんな念を押さなくていいぜ。不本意ながら、見た感じ。でもちょっと、なんで森に天井があるんだ？ここは一体どこだ？あいつ、この辺は全然危険そうに見えないな。まさか、いきなり未知の生物。なんだ、その間何か気になることでもあるのか？心配ない。約束する。何があっても俺が君を守るからな。うわっ、これは何だ？それ新しい友達？嬉しいな。こんにちは。こんにちは。俺はあれ、自分の名前す悲しまないで。そういえば君も飛べるんだね。右の方に秘密の通路があるんだ。いいね。俺は冒険が大好きなんだ。案内してくれて。一緒に来て。すぐそこだから。俺ちょっと声優。あれ、もう一度。そういうこと。理由はわからないが、あいつ飛ぶの早いな。あ、もしかして俺連れ去られる寸。こんな用心深い俺でも危うく。一体この先には何が待ってるんだ。やっと君たちと再会できたね。僕の予想より。ああ、さっきまで俺たち奇妙な生物と会ってたんだよ。見た目は雲みたいだった。お前、星雲軍のことを言ってるんだ。知ってるのか？あいつは一体何？この星の住人で。でもすごく友好的。言葉ではうまく説明できない。でも質問していいか？ん？もちろんいいと思う。お前どうやって今俺たちの左か。これは僕はこれを転送へ。君の体の一部がこの液。君の体は瞬時に分解され、そして安全な場所に転送された後、僕はこの方法を使って左から右に瞬時に移動。ほんと僕って天才だな。さあこれをお前に授けてやろう。これで新しいの。そうでもしてやらないと。じゃ君たちの。あいつの言い草。
君もそう思っただろ。いいぜ、無理しなくても。さ、俺は少々あれに、ここ、さて、どんなシステムか試して。巨大ドリルがついたスーパーロボットになれたらいいな。データを読み込むぞ。新機能を検出。インストールシステム起動。ゴールドダッシュシステムが検出。空中で動き回ると残念ながら。だが新しい能力を手に入れたぜ。この能力は君にコントロールしてもらう。じゃあ操作方法を送るな。君のジャンプ中、俺します。ようこそ。ここでは新しい。心配ないって。おい、質問。どうぞ、丸いの。あの変わった色の結晶はなんだ？いい質問だね。説明しよう。俺は、僕が転送、あの結晶に触れると指定されたチェックポイントに転送されてしまうんだ。ということは、あの結晶。正解。空中にいる時なら指示された通りに方向キーを押し。もう一つ質問。なんでまだ質問があるんだ。なんでこんなトレーニングをする。トレーニングをすればわかる。うわー、やばー。なんて、お、ま、とにかく君ならきっと大丈夫だ。ならアドバイスとかくれ。もちろんだよ。君たちがジャンプや落下で空中スキルが発動すると、あと地面に触れると合体モード、その時に DP が自動的に。 DP はダッシュ、要するに君たちがダッシュできるか。まとめると、スキル発動時は適切な。いろいろ説明しちゃったけど、こいつは。この光景は。
ちは宇宙を探検するチームで、ミッションを終えて母星へ帰還するところだった。みんなよくやったな。みんなのおかげで今はしっかり休息をと。キャプテン待ってください。どうした、何が起きたんだ。船のエンジンに原因不明の問題が発生。なんだと。すぐにこの付近に着陸可能な緊急事態だ。早くどこかの星に降りねえと。キャプテン、着陸可能なエリアにピンク色の惑星システムに。その星の情報はあるか。検索しましたがデータベースには。仕方ねえ。みんな緊急着陸に備えろ。俺を信じろ。船を修理するためだが、それが悪夢の。俺たちは3日。なんで